ははいこんにちは鈴木聡です少し前に配信されていた古い日本映画が見たくて、Netflix、に初めて登録していましまたついでに以前からちらっとは耳にしていたネットフリックスオリジナル作品の中で片っ端から音楽映画を見たのです面白かったものも微妙なものもいろいろあったので今回の動画では面白かったものに絞って紹介していきたいと思いますロック好きな方の参考になれば幸いです まず最初がリマスターサム・クック個人的に一番見てよかったと思える作品サムクックッのドキュメンタリー類は見たことがなかったので非常に楽しめました生い立ちから不審死までが簡潔にまとめられておりサム・クックの概要について知れます特にこの作品でよかったのはライブ版のハーレムスクエアを知れたこと正直それまではサム・クックというと上品なゴスペル歌手のイメージが個人的にはあったのですが 先ほどったライブ版を聞いてぶっ飛びましたまさにロックンロールといる熱量を歌も演奏も帯びており自分の中のサム・クック感がひっくり返りました特にツイスタンダアウェイがかっこよすぎて一時期もうリピートしてました続いてリマスターロバート・ジョンソンブルースの伝説ロバート・ジョンソンのドキュメンタリーもっともご存知のように本人はとうになくなっており映像なんて残ってないので研究者ほか関係者や親族の話が中心ですラブ・インベイン・ンベのの話の下りで 実のの息子さんがが出てきてててき話をしてたのが印象に残っていますあとロバート・ジョンソンの成果が未だに残っているのも驚きでしたロバート・ジョンソンについてマニアックなほど詳しい人なら物足りないかもですが自分はそれなりに楽しめた作品でした次はリママスターーイアミショーバンド70年代にアイルランドのビートルズと言われたマイアミショーバンドのドキュメンタリー「アイルランド紛争のゴタゴタ」に巻き込まれテロでメンバー3人を亡くすという悲劇のバンドです当時のの事件についての詳細や 存命のメンバーがが闇ににに葬られたた謎を暴くため奔走する姿が中心に描かれます音楽映画というよりも事件ドキュメンタリーの色合いが強いので肩の力を抜いて見れる音楽映画を探している人には不向きかもしれません日本ではこうした類の話を聞くことがまずありませんが海外では国の情勢に振り回されたミュージシャンが助いたことを実感させられます次がキース・リチャーズ「アンダーザインフレン f ローリングストーンズのギタリストキースリチャーズの反省を追うドキュメンタリーですファンなら基地の話が多いですが本人が語る映像ということでキースが好きな方なら一見の価値はあるのではないでしょうか撮影当時72歳のキースが音楽の話となると10代の少年のような笑顔を見せ心から音楽を愛しているのがよくわかりますキースがピアノを弾くレアな映像も見れたりしますしかもその曲をヤンスチュワットから教えてもらったのだというのだからたまりません 続いてアザワン、ボブ・ウェアアの数奇な物語アメリカで圧倒的な人気を誇るバンドグレートフル・デッドのギタリストであるボブ・ウェアのドキュメンタリー彼自身の反省とバンドの歴史をたどる内容です自分自身グレートフル・デッドはあまり詳しくなかったのでこの作品でいろいろと知ることができましたニール・キャサディの話が出てきたりとビート文学好きの方も必見の内容フロントマンジェリー・ガレシアについても濃く語られるので彼のファンの方も必見です 次はリマスタージョニー・キャッシュ」カントリーで最も著名な人物と言っても過言ではないジョニー・キャッシュのドキュメンタリー生い立ちハンセンが語られますが途中からかなり政治色の強い内容になってきますニクソンとの関わりの話もあったりある程度アメリカについての事前知識がないとついていけないところがあるかもしれません「カントリーは保守的」という文言を聞いたことがありますが日本ではあまり馴染みのない音楽と政治のの結びつきの一端も垣間見れます次は「ローリング・サンダー・レビュー」 マーティン・スコセッシが描くボブ・ディラン伝説。ボブ・ディランがアルバム「欲望」を発売した後の75年から76年にかけて行ったツアーの模様を扱った映画「ザ・バンドのラストワルツ」を手がけたマーティン・スコセッシが監督を務めているのも見もの一見するとドキュメンタリータッチで昔の関係者が当時の回想話を映像の合間合間に聞かせてくれるのですが映像を撮影していた人物がフィクションというのが秀逸。ごったにのように 大量の人物が溢れかえるステージも面白く、ディアン好きはもちろん音楽好きは楽しめる映画だと感じます。最後がリーマスターソロモン・リンダ。トーケンズの一曲、ライオンは寝ているのオリジナル曲であるムブブの作者、ソロモン・リンダを取り上げたドキュメンタリー。いかにして楽曲がアメリカに盗まれ、本人はもとより遺族が不当な状況に追い込まれたかが映し出されます。弁護士を巻き込んでの訴訟ごとに物語の大半が裂かれ、巨大な帝国ディズニーと戦うというもの。 しかし何とも後味の悪い終わり方でありどこまで行っても弱者は強者に勝てないと思わされる悲痛な内容だと感じました <music> はいということで面白かったネットフリックスのオリジナル音楽映画を紹介してきました動画では紹介しなかった作品もありそちらはブログの方では紹介してますのでそっちも気になる方は概要欄のリンクからぜひ見てみてください個人的には「サムクックのドキュメンタリーが一番見てよかったと思いましたが 人それぞれ好みのものを探してみてはどうでしょうかはい。ということで今回の動画の内容は以上です。今後もこんな感じで音楽の話題を中心にいろいろと動画を作っていきますので、ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録や高評価ボタンをよろしくお願いします。あと自分自身音楽活動もやってまして、こちらに表示されているオフィシャルミュージックチャンネルの方にいろいろと楽曲をアップしてますので、少しでも興味を持っていただけた方は聴いてみていただけると嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。さようなら、鈴木さとしでした。